こんにちは、トリカラチャンネルです。放置していた、学研のカブトエビ飼育水槽。カブトエビ発見から、4日目です。元気な姿を見ることができて、幸せな朝です。尾のところに、透けて緑色が観察されますね。ダムズのうんこを、たくさん食べてる証拠と言えましょう。うんこ食べ放題ですね。クレソンも豊富に育ってますので、食べ物の量は、十分であるとは思いますが、エビの餌でカルシウムとかいろいろの栄養サポート、何が必須なのかはよくわかりませんが、必須栄養素の欠乏はあってはならない。そこは餌の多様性でカバーですね。数打ち当たる作戦です。脱皮の殻ですね。健全そうな脱皮殻、いいですな。クレソンのボサボサ具合がワイルドでナチュラル。見た目はよくありませんが、水質保全に役立っている可能性もあるかなって、撤去はしたくないんですよね。エアポンプの出力上げた方がいいかな。カブトエビちゃんの成長に合わせて上げていきましょうか。酸素消費増えてくるでしょうからね。というところで今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。カブトエビ飼育、長期戦に入ってます。